意味名は、吉信とも。品の国策軍平和座とを本拠として、平時元年の平時の乱に、源の吉に従って出陣する。平時物語には、平が白を吉信と記され、三条河原のでの戦いで、奮戦する吉信を見た吉友が、あっぱれ、源氏は無知差しまでも、愚かなる者は亡き者かな。あたらへえ、平が歌すな。吉信だすな。と。 老等たちに救うように命じている様が描かれている。吉友敗戦の後、その東国への逃避行に突き従った七人の一人となる。平時物語では、終わり国地多軍内会の長田忠宗館で吉友の最後を知った直後、逃亡に成功して生き延びる。その後、地理的に本拠地のある信濃へ向かったと考えられるが、以後二十年余りにわたって資料からは姿を消す。 なお、平治物語には、佐渡式部、大介茂成と共に、重視と記されている。この重視は、現代語訳では、いとこと訳されることもあるが、この場合は、血縁上のいとこではなく、一門ではないが、近い源氏という意味である。また文脈から、一族同様に信頼した若武者と解釈する向きも、ある。自称四年、源頼朝が、挙兵、さらに少し遅れて、 源の義仲が、信濃で拒兵する。この時の義信の動向は不明であるが、平家の前世紀は、本拠地である信濃の作軍平和里に必足していたと考えられている。義仲は、基礎から上州に移動した後に、作軍マリコ町与田を拠点として、溶和元年6月に横田川原の戦いに臨んでいる。玉葉はこの戦いの反乱の信濃の源氏軍を、基礎党。 佐古島、武田の島で構成されていると記しており、佐古島はすなわち、佐久島と考えられており、佐久島の中心には、平賀氏が存在していたと考えられている。最終的には、義朝の維持で、前述の逃避行を共にした、頼朝の帰化に、平賀氏は参じる。樹永2年に、頼朝が義仲を討つために軍を死なのに出陣し、結果的に、義仲の長男、 吉高と頼朝の長女、王姫の縁組として和解しているが、この時の頼朝軍は、薄い峠を越えて、作軍に入り、与田城を落として、全後寺平で、吉中軍と対峙している。この頼朝が吉中に対する優位性を確立した重要な争いにおいて、吉中が挙兵した場所であり、信濃における重要拠点といっていい作地方が、 ほとんど無抵抗で制圧されていることから、それは、策を本願地とする平賀氏の協力なしに成しえたとは考えられない。元略元年3月、故、これよしが伊賀国の守護に任じられ、吉信自身も同年6月に頼朝の推挙により、武蔵守に任官し国務を掌握して、以後長きにわたって、前世を敷いて国史の模範とされた。また、 文治元年8月にはこれよしが、相模神となり、鎌倉幕府の帰還国といえる両国の国士を不死で、務めることになる。また、文治元年9月、勝長寿院で行われた、源義朝の遺骨埋葬の際には、吉信とこれよしが、源義高の維持、頼高と共に遺骨に禁じすることを許されるなど、義信への頼朝の信頼は最後まで変わらず、この時期の石寺において、 源氏門用として御家人筆頭の座を占めている。また、頼朝の乳母の引きにの三女を妻とし、二代将軍、源、頼家の乳母父となる。研究4年の蘇我兄弟の仇討ちでは、妻の連れ子で吉信の養子となっていた、河津助康の維持が事件の連座で自害している。正寿元年の頼朝死後も、源氏一門の重鎮として、重きを成した。行事興味を見ても、 吉信より上席だったことがあるのは、源頼政のこの源頼金だけで、他の源ののりよりも、足利義金も、もちろん、北条時政も常に吉信の下座だった。これは吉信が、源氏一門の主座にいたことを示している。県民2年3月14日、永福寺で頼家と、北条政子が、頼家の乳母を務めた、引きの二三女の吉信妻の供養を行っている。 兼任3年9月に起こった引き死と北条死の対立による引き吉和の変では、双方と遠赤関係を持つ平賀氏では、北条と木正の婿であるこの平賀友常が、北条氏側として引き死討伐軍に加わっている。乱後に三大将軍として擁立された源の真友の元服の際には、加官役を務めている。没年は、はっきりしていないが、 アズマの上限元年2月20日に、小武差森吉新入道とあるので、それ以前であることは確実である。吉信ははじめ父のいとこにあたる源の吉宗の勇士となったと言われている。しかし、吉宗は過剰元年頃までには死去したと考えられるため、その37年後に生まれた吉信がその勇士、なったとは、理論上は考えられない。また、 吉宗の勇士となった吉信は、この吉信ではなく、吉宗の弟、吉地下の長男の津島太郎吉信であるとする説もあり、年齢的には、こちらの方が辻褄が合う。このため、津島太郎吉信が吉宗の勇士であったという伝承が平賀四郎吉信の伝承として誤って伝わった可能性も指摘されている。ありがとうございます。